JB トップ50第3戦の舞台は三重県の山間部に位置する七色貯水池。ビッグバスの聖地として知られる池原貯水池の下に位置するリザーバーだ。七色も池原と同じくビッグバスが数多く生息しており、2010年には71センチ9140グラムというモンスターもキャッチされている。試合前、選手に話を聞くと、キーパーサイズ25センチ以下は簡単に釣れるが、700グラムを超える個体になると途端に難しくなるという。トーナメントトレイル折り返しとなる今大会、2000終了時点で年間13位につけている青木にとって、年間タイトル2連覇を成し遂げるためには絶対に外すことが許されない勝負の一戦となる。今大会同戦するもう一名の選手は市村直之。昨シーズンまでは村っ気の多い試合展開が目立ったが、今シーズンは初戦2位、第2戦14位という安定した成績で年間暫定2位につけている。この時期のクリアウォーターのリザーバー戦は得意ではないというが、乗りに乗っている市村がどのような戦略で挑むのか興味深いところだ。はい、第3戦七色です。今年間何位だったかって感じなんですけど、今回結構山場ですね。今回でだいぶ決まっちゃうかなっていうところですね。年間で、最後まで争えるのか、ダメになるか、今回次第かなと思います。で、七色なんですけど、難しいですね。かなり仕上がってる感じですね。っていうところで、結果をいかに取るかという感じです。で、季節感としては、スポーニングはほぼ終わってきてるかなと。ただ部分的にまだやってます。で、水温はかなり上がってってるんですけど、昨日までちょっとすごい暑くて今日少し雨降るかなっていう感じなんですが、ちょっとやりながら、どういう魚を狙うのか、どういう釣り方をするのか、その辺を絞りつつやっていきたいなと、思います。とにかく今回釣るしかないです。はい、座ってられるな。もういつ見えるか分からないし、基本的に見えるんで。フライトを開始します。第1フライト全県28番、深選手 OK。 第2フライト全県1番、青木選手 OK。U ターンします。全然足ないです。もうすぐそこやんです。先行した選手の動向を見て選んだのは、前日のプラクティスでバスを確認していたウェイン会場から目と鼻の先にあるスポットだ。どうなってっかな。水もね、結構前々日からするとかなり増えてるんですよね。今フル満水みたいな感じですね。結構満水。前日はあんまりだったんだけど、あ、いるな。うわ、だいぶ増えたね。オーバーハングが超近くなってる。あ、結構難しいかな。わずか数分、後方でスタートコールが聞こえる中、まさに電光石火の一匹目。これ以上ない最高のスタートを切ることに成功した。昨日見つけて、もう本当終わり間際に、あ、こんなところにいるよと思って、で、今の魚ともう一匹メスの60がいたんですよ。で、もうなんかルアー入れたんだけど、全然その時は食いそうになかったんだけど、もしかしたら明日の朝になったら変わってるかもしれないなと思って、スタート誰も入んなかったら
ちょっと行ってみるか程度に思ってたんですよ。まあ釣れないの承知で来たら、そんな簡単ではなかったけど、ちょっと技使ったら食ったね。初日プラ2日間なんですけど1日半やって、初日1日はもうちょっと何も見えてない状態で、これはまずいなって思ってたんですよね。まあ、昨日半日やって、まあ魚が触れるようにはなったんですけど、僕が求めてるウェイトまでいかないというか、なかなかそのここは一発があるんで、どでかいね、3日間の合計が、3日間はちょっと読めないな。はっきりして1日で8キロ10キロがあるようなね、60アップもいるし、ただそういう魚を取るのパターンっていうのがつかめてなくて、基本はまあ魚を釣ってって混ぜるパターンが一つね。まあちょっとあの手この手ですけど、状況に合わせてその魚を多く触るパターンを一つ軸にサイトを混ぜたり、ビッグベイトを混ぜたり、臨機応変にウェイトを重ねる方法で釣ろうと。青木が1匹目をキャッチした約10分後、36番スタートの市村はようやくファーストエリアに到着。ボートを止めたのはトーナメントエリア下流にある大井谷の入り口付近だ。よっしゃー、一本目幸先いいね。このサイズでね、揃ってってくれると最高だけど。市村の一匹目も推定 700g のグッドサイズだ。ちょうどね、ああいうティンバーの上にポカーンと浮いとるんですよ。お、ちょっと細かいジャークでリアクションで反応させて食わすと。貴重なサイズになってくるから、こういうのがなんかね、でかいのを狙って釣るっていうのは本当に、そういったルアーを投げるか、こうやってサイトで釣っていくかしかないかなって、今現状俺にあんのは。嫌いなんですけどね、サイト超苦手。トゥイッチした瞬間に食うかなと思ったら、結構トゥイッチした後に止めといたら、ふわーっと見に来て食ったの。晴れるとね、もっと浮いてくれるんですけどね。ちょっとローライトだと、ローライトだとね、バスがシェードからも離れやすくなっちゃうし、ちょっと深くなっちゃうんで、やりづらいですよね。